はい、皆さんこんにちは。ブレンド全力 TV を今回企画でさせていただきます。ハピネス心斎橋店の竹丸です。どうぞよろしくお願いします。今回はブレンド全力 TV の企画としてお客さんのショートカットを今回させていただこうかなと思っております。で、今回新規のお客様でご来店されるんですけど、あ、もうそろそろ来そうですね。こんにちは。あ、こんにちは。ご来店ありがとうございます。予約してた高山なんですけれども、はい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 、予約者の僕なんですけど、はい、ちょっと今日やってもらおうと思うの。ちょっとこっちの方で。ああ、そうなんです、はい。ちょっと一人が恥ずかしいっていうことになったんで、はい、ちょっと付き添いでさせてもらいました。そうなんですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、そうですね。最初まず手の消毒からさせていただきますね。はい、いけるかな、はい。あ、お願いします。あ、結構濡れますね。大丈夫です。こんぐらいいた方が、ね、じゃあカレーさんもちょっと消毒。あ、僕ので。あ、すいません、はい。ありがとうございます。あ、かかっちゃった。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。すいません。割と小柄な感じ。あ、そうですね。僕の感じなんです。聞いてるのちょっと違うくて。ああ、すいません。申し訳ない。体温ちょっと測らせていただいてます。はい。音出せる？はい。はい。すいません。あ、どうぞ。はい。うん。あ、うん。ちょっと割と。ちょっとね、平熱低めなんです、この子。ちょっとエラー出てます、ね。あ、ちょっと、じゃあ僕一応検温してもらったら大丈夫ですか。あ、OK です。はい。あ、いけてますね。大丈夫そうですね。あ、じゃあ、はい、大丈夫。ありがとうございます。じゃあちょっと、健康チェックシートの方もご記入いただいてる。わかりました。サイズ感的にちょっと厳しい。あ、いや、僕代筆するんで。じゃあ、お願いします、はいはい。ありがとうございます。すいません。じゃあ、行こうか。ここで書いていいですか。あ、どこでも大丈夫ですよ。はい、すいません、失礼します。セッティの音痛い。大丈夫かな。大丈夫そうですか。いけます。大丈夫ですね。はい。はい。はい、これで一応大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。すみません。じゃあロッカーにお持ち物、お持ち物大丈夫そうですか。あ、預けるこれ。あ、預けるみたいです。カバン預けときます。そうですね。ちょっとね。これちょっと取れないですね。あ、サイズ感ちょっと間違えちゃったみたいなんで。じゃあ大丈夫ですね。あ、ちょっとこのまま置いておきます、はい。じゃあご案内させていただきます。はい、じゃあこちらの席にご案内させていただきますね。はい、ここ。あ、はい。座らせていただいて。座らせていただいて。ちょっと安定悪いですね。しっかり止めさせていただきます。ありがとうございます。割と結構こういう感じで、はい、ご来店されるお客様、隣にもいらっしゃるんですけど、はい、そうなんですね。ちょっと来られる時間ちょっと間違えて1時間半ぐらいちょっと早く来ちゃったん で、 そうなんです、ね、ちょっと今待っていただいてもらってるんですけど、まあ、一緒にちょっと今日はうさぎも一緒に来たいってことだったんで、ちょっとうさぎさんも一緒に来てる。あ、本当ですね。あ、よかったね、同じような人来るって、はい。あ、じゃあこれちょっといただきます。あ、もらってもらおうか。はい、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。あ、よかったら彼氏さんも。あ、いいですか。座ってください。すみません、はい、ありがとうございます。お気遣い。今日一応カットって聞いてるんですけど、どんな感じでさせていただきますか。どうしたい。あ、割と無口な感じします。ちょっとね、声がめちゃくちゃ小さいんです、ね。あ、声小さいんですね。あ、なんか思い切ってショートにしたいみたいな。ショートに。ショートを切っていきましょうか。じゃあ。どんな感じにしたいとかってあります？ちょっと待ってください。あ、なんかそんなにイメージはまだ湧いてないみたいで、ざっくりショートにはしたいけどっていう感じみたいですね。今の間でそんな言ってた。まあまあ喋ってる。結構声ちっちゃいんです。ざっくりじゃあショートにしていきたい。可愛い感じの方がいいですかね。なんか今ね、モモショもちょっと可愛い感じなんで。あ、そうらしいですね。あ、そうな感じで。じゃあちょっと可愛い感じでちょっと似合わせていく感じで、じゃあショートヘアに切っていきましょうか。あ、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします、はい。じゃあちょっと切っていきますね。よろしくお願いします。よかったね、やっと切れるね。結構あれですか、はい、前回カットしたのも結構前ですかね。そうですね、もう美容室全然もうこの子行かないんですよ。あ、そうなんですね。で、まあもう髪の毛もご覧の通りなんで、もう
結構もうここ10年ぐらいは行ってないんじゃないですかね10年はい、もう僕ずっと行け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 って言ってたんですけど、やっとね、じゃあ10年伸ばして今やっとここにたどり着いた感じですね。はい、なるほど、そんな感じではあります、はいはいはい、いや、やっと来れて嬉しいです。もう聞いていきますね。あ、よろしくお願いします。リカさんと どこで出会ったの？あのトイザラス。トイザラス。これください、はい、あ、これください、あ、これくださいって言ったの、はい、あ、なんて言ってくれたの、あの、はい、くださいって言ったら、あ、くださいって言ったら、その多分ご両親の方かなと思うんですけど、あ、ご両親の方、そのレジのところに来られた方がそのあ、いいですよっていうふうに、レジ、あ、いい感じですか、はい、本当ですか、はい、いい感じって いけそうですか、ね、気に入ったそうですよ。あ、本当ですか、喜んでまくるじゃないですか。 声はちょっと聞こえないです。あ、そうですか、わかりました、まあ、めちゃくちゃ喜んでます。カット終わりましたので、はい、あ、そうなんですね。シャンプーにちょっとさせてもらおうかなと思うんですけど、はい、ちょっと今日うちね、スタッフがちょっといてなくて、そうなんです、ね、シャンプー、はいはい、ちょっと彼氏さんにしてもらおうかなと思うんですけど、あ、僕毎日やってるんで全然いけます、じゃあちょっとシャンプーじゃあお願いしようかな。わかりました。僕あの隣に1時間半待ってるお客さんにちょっとカットしようかな。1時間半、そうですもんね、はい、すいません、すいません、本当お待ちいただいて、すいません。彼氏さん声聞こえます？多分聞こえてないですね。あ、僕もちょっと聞こえない。じゃあちょっとシャンプー行きましょうか。じゃあちょっとあちらの台を使わさせていただいていいですか、はい、お願いします。じゃあ座ろうか。シャンプーするね。じゃあ倒すよ。大丈夫？腰痛くない？ちょっと眩しいと思うからこのしとくね。
戻ろうか。こうさっきみたいな感じで。あ、さっきみたいな感じでお願いします。痛くないですか？最近多いんですよ、ちょっと。あ、そうなんですか。ペガサス昇天盛りヘアセットっていうのが結構多くて、あのよくされるんですけど。じゃあマッサージちょっとお願いしてもいいですか？あ、わかりました。マッサージはあのいつも、はい、あのリカさんにはあの電気バリブラシっていうの電流をちょっと流す感じで。ああ、これ今なんかね、有名なやつです。すごい引き上がるんで、ちょっとさらっとやってもらって。わかりました。これはこのお顔のとここうやって。あ、もうそのまま肩もマッサージしていただいて。そうなんですね。どう？痛い？ピリピリする？え、でもなんかちょっと可愛くなってきたんじゃない？はい、すごい引き上がった。めっちゃ可愛い。引き上がりましたかね？引き上がりましたよ。あ、めっちゃ引き上がってるじゃないですか。本当、本当ですね。引き上がってます。何をしてるんですか？何をしてるんですか？あ、はい、じゃあ乾かしてきますね。僕も出てないしましょうか？あ、一緒にやってくれます？あ、はい、全然。これ使っていいですか？はい、あ、あの、うん、はい、じゃあこれお願いします。わかりました。あ、じゃあお願いしてもいいですか？わかりました。結構ね、ショートヘアの場合乾かすときは根元からしっかりこすっていただいて、はい、あ、はいはい、あの根元からしっかりお願いします。わかりました。で、その際にちょっとだけこう下を向いていただいてですね、はい、で、下から後ろから前に乾かす感じでしていただくとショートヘアの収まりがすごくいいので。へえ、そうなんですね、はい、しっかり根元からね。わかりました。下を向くような感じでやってくださいね、はい、下を向くような感じで乾かしていただくと横と後ろの収まりがすごく良くなります。そうなんですね、はい、すごく可愛くなった。ああ、よかったです。で、最後ちょっとワックスをつけていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。ワックスはね、割とこれぐらい使いますんで、人差し指半分ぐらいね、しっかりつけていただいて、つける際は、まあ、両手にこうしっかりなじませていただいて、うん、はいはい、で、まあ、しっかりなじましたものを人差し指でこうやってこうやってつけていきます。お、へえ。手のひらに伸ばすけど人差し指なんですか？あ、そうなんですよ、うん、こっち側はちょっと保湿。あ、保湿、はい、で、人差し指でスタイリングですね、さっき言ったあのトリートメント要素のあるあのスタイリング剤、あちら、あ、はい、へー、5万します。あ、5万、はい、これっているんですかね？絶対いりますよ。え、絶対いります、はい、ないとあのショートヘアうまくいかないので。でもこれ回したら35万ですよね。あ、もうサービスで30万でいいです。あ、結構でかいですね。あ、じゃあちょっともらいます、それは。はい、あ、はい、ありがとうございます。皆さんね、買っていただいてね。あ、そうなんですね。しっかり襟足まで収めて、結構ね、売りはあの襟足のこのキュッて引き締まってる感じがちょっと売りなので、はい、しっかりちょっとそういう感じで家でもしていただいて、はい、どうですかね、喜んでますかね。どう？めちゃめちゃいいって言ってます。あ、よかったです。めちゃくちゃ喜んでます。あ、よかったです。顔も喜んでますね、すごく。ちょっと右もね、引き上がって、はい、はい、嬉しい、ありがとうございます。じゃあこれちょっといい感じに仕上がったんで、ちょっと僕インスタに上げさせてもらいたいなと思うんで、はい、ちょっと動画撮ってもいいですか？お、全然大丈夫ですよ。いいですかね。あ、いいですね、おしゃれに。めっちゃいいですね、おしゃれです。ビフォー撮っといたらよかったですね。あ、しまった。あんだけ変わるんだったら。あ、向こう側のお客さんもちょっと綺麗に写って。ありがとうございます。あ、可愛くなった。ありがとうございます。喜んでますか？喜んでます。あ、お辞儀も手でお辞儀して、はい、気のせいです。ありがとうございます。気のせいですか？それは良かったです。
じゃあご案内しますね。はい、ではどうぞ。はい、あ、こういう。そうですね。ちょっと僕一緒にどういいですか。すみません、一緒に座ります。じゃあちょっとお会計させていただきますんで、一緒に確認していただけますか。はい。はい、じゃあ今日お会計が7700円のカットと、はい、さっき言った、シャンプーですね。ありがとうございます。シャンプーが、8万円、はい、と、スタイリング剤が、5万円、はい、と、電気バリブラシ、はい、こちらが、20万円で、合計が、33万7700円にサービス料が入りまして、サービス料8万円なので41万7700円ですね。あ、サービス、あ、わかりました。大丈夫ですか。サービス料8万ですか。あ、サービス料が、あ、可愛くなりましたね。はいって言って照れてます。あ、言ってます。はい、まあまあ、いつもあのね、リカさんで来られる方いつもこれぐらいいただいてますんで。あ、そうなんですね。はい、じゃああの方も。あ、あの方はあの43万にサービス料8万。はい。52万。だいたい50万ですね。それぐらいするんですね、はい、やっぱり。そうですね。はい、ありがとうございます。袋いりますか。あ、袋大丈夫です。袋大丈夫ですか。はい、持って帰られる。あ、そうですね。あ、まあ、このまま持って帰りますね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと持っとける。大きいですね。あ、まあ、全然大丈夫ですよ。理科にも持ってもらいますありがとうございました、はい、今日は忘れもないですかね。あ、大丈夫です。はい、はい、いやー、しっかり短くなって。そうですね。いや、本当良かったです。嬉しいです、ね。まあ、ちょっと髪が乱れちゃったけど嬉しそうです。大阪ブレンドのメンバーもなんかすごい喜んでると思うので、あ、はい、インスタグラムにちょっと上げさせていただきますので、あ、よろしくお願いします。見ておいてください。はい、わかりました、はい、いっぱい買っていただいてありがとうございます全然です。またあの、はい、来週待ってますんで。あ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あの、すいません、先ほど切らせていただいたものなんですけれども早いですね、帰ってくるあの、いや、それがね、ちょっと僕忘れてたんですけど、はいはいはい、あのサロンモデルでちょっと撮影してもらえる、あ、フォトシューティングしてもらえるっていうふうに聞いてたんですけれども。わかりました。ちょっと撮りましょうか。この子撮影してもらいます。はい、あ、よろしくお願いします。ちょっと撮りたいってすごく言ってて。あ、 OK ですね、はい、僕しか聞こえないんで。ああ、パシッと。どうですか。あ、かわいい。かわいいですかね。かわいいです。すごくかわいいです。僕は怖くて仕方ない何かおっしゃいましょう。あ、大丈夫です。あ、あ、いいですね。いいですね。すごくいいですね。いいですね。かわいい。パシッと、なんかちょっとこう今にも後ろに立ってますっていう人。あなたの後ろにいるの。ちょっと怖くないですか。あ、うん、大丈夫ですか。はい、左上げてみましょうか。左手、はい、左手上げて、はい、で、右手上げて、はい、はい、そんな感じで。道頓堀。あ、いいですね。あ、いいですね。セクシーな感じで。セクシーですね。ちょっといい感じですね、やっぱり。あ、いいですね、いいですね。ちょっと寝転んでみます。はい、あ、いいですね、うん、そういう。ちょっとグラビアっぽく。はい。じゃあこっち側ちょっと寝転んでもらって、はい、あの先客いるんですけど。あ、大丈夫ですよ。隣でいいですか。あの、ちょっと。うん、あ、座り心地悪そうですけどね、うん、あ、じゃあなんか、はい、こんな感じでいいですかね。ちょっと寝てもらって。そうですね、はい、足とか出しちゃいます。ちょっとセクシーな感じ。ちょっとちょっとちょっとだけ、うん、はい、結構いきますね。グイッとグイッとグイッと。いいですね。あ、いいですね、いいですね。安定感ってすごい安定感ありますね。あ、いいですね。はい、あー、すごい死人みたい。なんか言いましたよ、ね、大丈夫です。ポーズもいいですね。あ、ちょっとなんか、あ、もうちょっと乗り移られましたね。
シャッター切れなくなって乗り移られた。え、なんでなんですかね。いい感じですね。まあまあいい感じ。どうですか、こんな感じで。あ、どう。あ、なんか乗り移られたならしょうがないって言ってます。あ、大丈夫ですかね。大丈夫そうですね、はいはい。じゃあまあ今日撮影してもらったんですけど、はい、なんかモデルのギャラなんですけど。ギャラ。ギャラ。ギャラ。いや、モデルのギャラ。おお、ギャラ。ギャラなんですけど。はい。まあうちのね、僕の理科を使って。ではいるんで、ちょっとギャラもらえるっていうふうにちょっと聞いてたんですけど。おお、はい、それちょっと知らないですね。いや、僕もらえるっていうふうに聞いてたんですけどね。え、どれぐらい。いや、45万ほどあ、施術料よりも高いいや、なんかそういうふうに聞いてましたね。あ、はい、そちょもうちょっと安くならないですか。いや、でも、いや、そういう風に聞いてたんで。あの、お友達のリカちゃん、お友達じゃないわ、はい、お友達じゃない待ってたリカちゃん、はい、いつも無料で撮ってるんですけど。いや、まあ、このリカと僕のリカ違うんで。ああ、ちょっとこだわりの分。はい、ちょっと高くないですかそうですかね、妥当かなと思うんですけど。あ、そういう感じですか。うん、だって可愛いじゃないですか、うちのリカ。見てください、こんな大胆なポーズまでさせて40万円にしました。あ、まあいいよって言ってます。あ、じゃあ40万円で、はい、よろしくお願いします。わかりました、お支払いしますね。よかったね、よかったって言ってます。後日振り込みでもいいですか。あ、全然大丈夫ですわ、うん、かりました、よろしくお願いします。じゃあもうちょっと次のリカちゃんも待ってるんで。あ、わかりました、はい、じゃあ帰ろうか。ではありがとうございます。はい、いつもの来られるお客さんもちょっと来ないんで、ちょっと一緒に、あ、一緒に、あの、もう一緒に帰っていただいて。わかりました、はい、まあ、ちょっとタイプではあったんで。タイプであった、はい、やべえなこいつ両手に花ということでありがとうございましたあ、どうぞどっちも素敵ですね。いや本当にもうこのまま心斎橋で帰っていただいて、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつでもお願いします。はい、お疲れ様でした。実際ね、あの、切らしてもらってリカちゃん人形、カットはねめちゃめちゃ難しいですね。特にやっぱり前髪とかの生え癖と、まあ、襟足のところの毛のたまり方と、まあ、頭頂部はなんかすごい。ここにだけ毛がもうドンって溜まってるんでカットはかなり難しかったですけど、まあ、最終的に切ってみたら結構まあ可愛くなったんで、まあ、良かったかなと思います。はい、まあ、今回ねこうやって切らしてもらったんですけど、まあ、次もあのこういう企画やっていきたいなと思ってますんで、あのチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。で、他のチャンネル、企画に関しても下の概要欄にあの入っておりますので、またよかったら見てください。はい、ではありがとうございました。